どうもベテです。パース変えていきたいと思います。はい、ふんさん。サブアカの方でも先人なにここアナザルートやっていこうかなと思っております。デッキの方は、チャイナの本願純、パンテツ、で、メイム、カイ君、で、キイチ、浴衣の颯。この6人でいこうかなと思っております。オフェンス、ディフェンス、スピード、メンタル。これの得意練習でやっていきましょう。はい、そしてね、アイテムの方はパードリとマネキネコを持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、まずは評価をしっかりと上げていきましょう。キイチくんね、上げていきまーす。まあ、この方向はね、普通にポテンシャル高いと思う。で、今まではね、本当に配下禁止者限定の方向だった。でもね、うまいこと調整してくれて、意外と課金、無課金の方でも、走れるような方向となってます。まあ、それはやっぱり、モブにね、やる気がつくということで、まあ、やる気が、まあ、あった方がいいけど、あった方がいいけど、得意練習も結構大事です。やっぱタックが踏めるかどうかも大事になってきてますので、まあ、もう課金も大事ですが、PS も大事になってきたという形でございます。はい、これで休んでいきますね。一応メインの方でね、USS6 は作れました。まあ、サブでもね、多分限界まで行くと USS4 ぐらいまでいけん、見えんじゃないかなと思ったりもしてるんですよね。まあ、しっかりと、サブアカでも、無課金アカウントでも頑張っていけるようにしていきたいと思います。はい、ハヤテくん回復。ハヤテの回復、でかいんだよな。ありがたい。ほんとこれありがたいよね。自分はハヤテ、野々原より、ハヤテ派です。はい。そして、ハヤテくんね、オッケー。で、監督起こしていく、ナイス。貫徹、起こしていくけど、これダメなんだよな。もう一回起こさないといけないのか。一旦しか持たないからね。で、樋口来ないだろ。これ多分スカウトだろ。あ、両方来なかった。残念。じゃあ、ここで起こしていきます。ここでディフェンスで起こしていきましょう。はい、オッケー。いきまーす。はい、ガッツソリムになっていきましょう。はい、そしてここで、まあ、タックというか、まあ、セクイチは正直なところ、タックというよりかは評価上げ。評価上げも兼ねて、ガッツソリムはやっていくといいと思います。結局はね、評価上がってないとダメなので、まあ評価を上げましょうと。で、これをね、ちょっと遅らせてしまうと、セクニのガッツストームに、ちょっと影響が出てしまうんで、このタイミングで起こすしかないんですよ。ないです。なので、まあしっかりと、まあ鉄とかでね、これでね、いいやつとか引けるときこれ楽なんだけどね。はい、メイム行くのありだね。精神稼ぎたいからメイム行くのはありだと思う。まあ、雪平くんも上げたいけど、これはとりあえずメイム行きましょうか。はい、OK。で、オフェンスのでかいタック来てくれてもいいよ。はい、早田くん。イベント進んでいく。で、メイム、OK です。で、ここで、ディフェンス。あー、本願チュンが燃えてなかったか。まあ、残念。まあ、これはディフェンスいきますね。はい、OK。はい、セクイチ1442。はい、では、セクにやっていきまーす。限定ルートいきましょう。まあ、セクイチはね、本当に、まだまだ全然大丈夫です。セクニからです。問題はセクニのガッツストームから。まあ、しっかりと。で、ここはメンタル。はい。キチ君。で、ハヤテのイベントが進んでいく。いいよ、ハヤテの成功率は高いんでね。イベントバンバン進んじゃっても構いません。はい。そして、ここでメンタルダックが来てほしいところだが。あ、来てますね。オッケー、ナイス。いいよ。これはでかい。これはでかいぞ。雪平君、そのために45にしたからね。ハック来てもらうために45にしたんだよ。でかいです。お、2連チャン。2連チャンはいらない。で、ここ1回休む。で、目標としましては、セクニの残り5ターンで燃やしたい。なので、9、8、7、6、5、あと5ターンで、1回、あと1回休みますね。あと1回休みます。はい、スピード行きましょう。まずはタックが踏めないといけないんで、タックじゃないと持たないんで。で、これは帰ってもいいんだけど、1人で練習しておきます。まあ、そこを次踏んでいきます。はい。で、俺もキイチを手伝うよ。はい、そして、いいのか。ディフェンス、まあ、テクニックでもいいけど、ディフェンス踏んでおこうか、これ。タックです。せっかくタックなんで、ディフェンス踏んでいきます。はい、オッケーでーす。で、カットジョー来るね。これはどっちでもいいなぁ。はい、そこ、認証もあります。で、EA。はい、で、メイムが終わっていきます。はい、オッケーですね、特訓だ。はい。で、ここで一回休もうかなと。一回休みたいですね。一回休んでいきたい。で、精神が結構稼げてますね。はい、とりあえずオフェンスでも行こうかなと思っておりますが、とりあえずちょっと精神振っていきまーす。はい、振っていきましょう。あ、この高校ね、やっぱ精神、スタミナを104までしたい。スタ
ミナのね、やっぱ体力し、まあでも俺今回フィジカルにしてるのか、うん、バッチはフィジカルの、うん、強化してますが、スタミナが一番いい。やっぱ自然回復が上がるのはね、でかいと思うんでね、うん、それがいいんだけどね。まあスタミナ多分サブアカではね、多分足らないんですよ、うん、精神が足らなくなっちゃうんで、まあフィジカルにしております。はい、ではまあテクでいいや。で、援助来ないから残念。じゃあいいやいいや。で、ここで燃やしていきます。で、メイム、いいよ、ここならこれぐらいの体力消費なら大丈夫なんで。はい、で、金徳はね、ガッツと夢中に怒ってくれて嬉しい。体力、うん、消費そこでしてほしいかなって感じ。で、オフェンスいきまーす。はい、ガッツトーム。さあ、こっから。さあ、爆発していきましょう。いや、まずはね、モブのやる気を上げたいって上げたいんですけど、まあまあまあ。まあまあまあ。でもって、ディフェンス。あー、ディフェンスしょぼいな。ディフェンス、うわ、しょぼ。まあ、1回目しょぼいな。まあモブがしょぼいっていうのもあるからね、固まってないから、とりあえずモブ上げておきます。で、守備反応もらっておきましょう。で、守備反応、え、守備職人かもらっておきます。はい、はやてくん、まあこれは回復のコップでいいかな。はい、で、メイムね、福井で。はい、もちろん OK です。で、ここでメンタル来てますが、あー、微妙だな。メンタル、袴田くん燃やしとくか。ほら、はい、袴田くんね、ホイカッツで。で、キイチ。はい、オッケー。で、ここで、ここで、ここで、スタミナ、スピード。うん。まあまあ、どうしますか。まあ、精神が下げてるのでかいからね。ありがたいね。はい、で、ここで、はい、ディフェンスナイス。オッケーオッケーオッケー、いいよ。これこれこれ、こういうのが大事なんだよ。うん、ディフェンスタックね。テッサです。テッサと本願ってね、これで頑張ってくれればディフェンス110はいけるんで、頑張ってください。はい、リード。はい、そしてここで、カイくんね。はい、ここででかいタックが来てません。まあまあまあ、テクでもいいなって感じですね。ちょっと能力振っておきましょうか。能力振ってきます。はい、まあとりあえずこれで、あ、でも結構振れないか。こうなるとな、技術振りたいんだけどな。まあこれでいいのか、これでいきましょうか。はい、では行きたいと思います。行きましょう。テクニック、いやー、みんなオフェンスでもいいけど、まあまあ総経験的にはテクニックなんだ、圧倒的に。うん、でもテク稼ぎすぎると多分技術が余っちゃう。まあでもこれぐらいか、行っとこう。はい、援助。はい、ではテク3やっていきましょう。で、6250、まあぼちぼち経験点戻ってきましたね。いい感じに戻ってきております。はい、でここで気合を入れていきます。ここで気合を入れて1回休みます。で、できればメンタルダック一発来てほしい。メンタルダック、あ、来ないか。じゃあ休みます。一回休みます。でもメンタル踏んでもいいんだよな。メンタル踏んでもいいけど、どうすっかな。これ一回休みたいんだよな。はい、で、ここでメンタルダック、アタックが来てない。ディフェンス行く、ディフェンス行く、で、メンタル行く。で、そんな感じでいいかな。はい、はい、あ、ここで回復もらえるか。オッケーオッケー、ここで回復もらえるのは十分だな。で、ここでメンタルを燃やしといて、次適当に行って終わりですね。はい、オッケー。ここまではうまいことガッツストームを起こせてる。うん、はい、いいよ。まあ、ドリンク使わずに行けるのが一番ベストなんでね。はい、ここどこ行こうかな。どこでもいいな。スピード行っとく。まあ、スカートの評価も大事だし、まあ臨床大事なんでスピード行ってきます。はい、ではここでね、燃えますね。さあ行きましょう。はい、ガッツ飛ぶ、やってきまーす。とりあえず、あー、タック来ない、タック来ないか。タック来ないのであれば、ここで、チームメイト、チームメイトをガッツ勢にしとくのはありだな。微妙だな、経験点微妙だな。ここも、いや、チームメイトいねえんだよな。あー、ちょっとあー、テック。あー、微妙。ガッツ勢増やしたいな、これ。残り5人だろ。で、あれか。ハイクに2人いけるから、3人ぐらいはガッツデンしておきたいんだよな、ここ1回でね。はい、テクいっちゃうか。いや、微妙だな。ディフェンスいっとこう。うん。
いいよ、ガッツで。矢部坂くんのオール20もらえるし。はい、そしてここでタック、あ、スピード来ました。オッケーオッケーオッケー。これで、猟犬もらいましょうか。猟犬これで獲得しておきます。獲得したけはオッケーだね。はい、ではスピードいきます。行きましょう。ガッツ勢が増やせてないのはちょっと辛いけど、まあまあまあ、よしとしましょう。で、ハヤト君が終わってく。残り1回ですね。で、猟犬ゲット。はい、そしてタック、あー、スピードか、違うんだよな。どうしようかな。ちょっとハマってないな。ちょっと経験点がハマってくれてません。まあ、テクだろうな、と思ったりもしてんだからな。あー、まあ、ディフェンス行くか。ここはガッツ勢増やすっていうの、あー、ガッツ勢増えたっけど。はい、とりあえず、ガッツ勢2人増やしたい。うん。2人増やしたいんで、これはディフェンス行きましょうか。行ってきます。2人増える ?1 人 ?1 人か。はい、木下くん。で、これ、一投率で、ディフェンスリーダーもらっておきましょう。はい。で、あー、しょぼいな、しょっぱいな。これちょっと今回しょっぱいな。タックがハマってませんね。余ってくれておりません。でもディフェンスはね、110までは上げたいので、しっかりと敏捷は稼いでおきたいと思います。はい、敏捷、オッケー。はい、ここでガッツリも、終わったんで、ここでドリンク飲んでもいいですが、あ、でも、ここでメンタル来ない。あー、メンタル来ないか。じゃあ、ここはドリンク飲んでディフェンス踏んでっていう感じですね。うん。まあ、ガッツストーム明けのメンタルが結構大事なんですよね。うん。なので、できればカイ君がね、もうちょっと来てくれると嬉しい。ガッツストーム中はそんなにね、来なくてもいいんですが、うん。できれば、ガッツストーム終わった一発目。そこが大事、カイ君。はい、ではドリンク飲んでディフェンス行きましょう。はい、ディフェンス行きまーす。OK でーす。いいですねー。はい、カイ君。で、ここ、あ、メンタル来てます。オッケー。メンタル行きましょう。メンタル行くよ。で、ここで、次、一回燃えるから、あー、ここで、なんか、練習後イベント。来ないか、樋口。いや、来ないか。まあ、でも、ドリンクあるからね、多分大丈夫なはずなんだ。ドリンクあるから、今回は大丈夫だと思う。はい、じゃあ、どっちでもいいな。どっちでも燃えないからね。はい、とりあえず次行って、ガッツストーム起こしちゃいます。はい、ここで経験点14,496。ちょっと少ねえな、やっぱり。ちょっと少ない感じはする。もうちょっと稼ぎたい。2万点ちょいまでは行きたいんでね、ここから爆発させていきたいと思います。はい、哲太くん。哲太くん、回復はね、ちょうどいいタイミングで回復してくれると嬉しい。で、ここスピード踏んじゃいます。はい、行きましょう、ガッツストーム。OK ですね。さあ、ここで、メンタル。タックとオフェンスだっけ、うん、でかいタック。でかいタックではタック踏まないといけない。はい、本願ちゃん、ここじゃねえな、体力回復な。はい、そしてメンタル来ましたね。これはもう、あー、テクにでかいけど、テクは正直もう技術はいらないんで、これはメンタル踏んで、もう、金徳もらっていく方がいいよね。ここはもう金徳もらっちゃいます。メンタル1人しかいないからね、なかなか来ないんで、これは踏んでおきます。はい、OK。いいですね。はい、カイ君、ダイナマゲット。で、ここで、メイム終了。まあ、これはね、さすがに成功してくれるスピード100だからね。はい、そして来てないけど、ディフェンスに固まってる！ナイス！オーケー！いいね、3体、イデキラが固まってくれたのはでかいです。はい、とりあえずで、敏捷ちょっと使いたいよね。ちょっと使っていきたい。で、ダイナマも取っていきたいんですよね。本当はダイナマ取っていきたい。でも、ダイナマ取れない。どうしようかな。まあ、いいか。はい、では、とりあえず、これ、ディフェンスいきます。ナイスです。オッケーですよ。今回、多分ね、精神ちょっと足りないので、多分、スタミナは上げれませんが、ディフェンス110はいけそうな感じはする。オフェンスか、オフェンスかなって感じですね。うん、とりあえず、ディフェンス打っていきますね。あと、まあ、いけるか。まあ、これはもういけますね。うん、ゴール見えてきた。ディフェンスのゴールは見えてきた。はい、では、オフェンスいきたいと思います。いきましょう。うん、いいよね。これで行っといて、はい、OK です。で、お、エアマスもらえなかった。残念。で、哲太くん、もう一ターンとかよかったな、これ。体力回復もったいない。まあ、しょうがない。で、ラスト、そうだね。とりあえず、防波堤、ダイナモ取りたいな。ダイナモ取りたいなというところですが、その他、ブレイブタックルもね、筋力の配分的に取っときたいんだよね。
じゃあダイナモにしますか。防波堤ではなくね、骸骨まあハードアンカーくれないしね。うん、あとディフェンス1だし多分大丈夫だと思うんだ。で、あ、敏捷ちょっと違う感じがするんだよな。スピード違う感じがするんだよな。フィジカルな気もするんだけど、うん、フィジカルいこっか。フィジカルいってきます。 OK、 ここで炎上で、ここでシャンチで、987654、5か、あと5だから、まあいけないことはない。ここで、ドリンク飲んでってオフェンス踏んで、次メンタルタック来たらもう勝ちだな。うん、まあ、メンタルタックなくてもディフェンスかスピードぐらいに来てほしい感じはするけどね。はい、まあパワーがね S まで上がるかなっていう感じだな。うん、 S までは行きたいところだな。はい、ではドリンク飲みます。ドリンクは本当はね3回目4回目のがストームで起こしていくのが一番ベスト。うん、でここで、うわー、あー、いいか、いいや、こいつ体力消費なしだから OKOK。 こいつはね、ほんと体力消費なしでもマジででかい。トムガンチュン、しかも回復もあるからね、マジそれが強いんだよな。体力消費ちょっときついんだよ。で、ここでディフェンス踏みます。で、ディフェンス踏んで、遊ぶでいったらもういけるのか。もういけるわ。あー、もう勝った OK。 で、メンタルタックが一番ベストだけど、ここで来ないけど、まあメンタル踏んで遊んでっていう感じでいこっか。はい、オッケー。ガッツ様、十分起こせますね。やっぱりドリンクで、100で回復できたらでかいですね。はい、で、ここでパワーを上げておきたい。パワーを上げておきたいです。はい、いきます。はい、4-0、オッケー。まあ、問題なく点は取ってるし、うん、問題ないね。はい、そして、ここで、あー、カイ君、終了だな。カバーにしときますか。はい、カバーマッシュゲット。オッケー、いいね。カイ君の依存何なんだろうな。うん、まだ不明だ。ここでディフェンス110にしておきましょう。うん、いいね。でカバーマスでディフェンスリーダーを取りたいけど、うん、って感じですね。はい、ではここで、遊んでいきますね。遊んでいって、その次のターンも遊びは問題なくいけますんで、はい、連チャンで遊んでいきましょう。はい、OK、2個。うん、これ遊ぶコマンドね、2個燃やせるようになったんですけど、ちょっとしょぼくなったのが、これ、もともと3ターンか4ターン持ってるはずなのに、うん、ターン数が減った。そっちはちょっと辛い。うん。こんな計算がね、間違っちゃうときはあるんでね。はい、ガッツサーブ、やっていきましょう。はい、やっていくよ。で、わー、来た。それ、ディフェンスそれ。いいよ。で、あと、でも、オフェンスだもんな。結局オフェンスだもんな。オフェンスのタック来てくれないと、起死回生取れないんだよな。さあ、オフェンスのタック来てくれ。タックが来てほしい。あ、テクいいな。ここならば、あ、でもメンタルもいいな。普通にメンタルいいなと思っちゃった。スタミナ100にして、なおかつ、でも技術もね、結構ね、パス系の、取りたいんだよな。うん、敏捷結構稼げてる。次、オフェンスタック。オフェンスタック行くと思ったら、ちょっと違うけどな。どうしようかな。精神欲しいんだよな、普通にな。パパッと差で伸びるような技術なんだよ。まあ、どうすっからな。でも次、オフェンスのでかいタックルなんであればって感じなんだよな。まあ、メンタル行くか。メンタル行きましょう。はい、オフェンス来い。オフェンスの騎士か。あー、やべえ。こうねー、スピードいってもいいけど、いや、スピードいっとくか。さあ、ラストオフェンスは来てほしい。はい、では、サクッとピンちゃん、行きましょう。はい、行きますねー。はい、終わり。さあ、最後、金徳取らせてほしい。あと、起死回生だけなので、多分オフェンスでいいはず。さあ、タックは来てるけど、どうなるでしょうか。来い、来た。ナイス、オーケー。しょぼいけど、これは、うん、もうこれで、起死回生もらってしまいましょう。ヒーチくん、もうちょっとでかいタック来てほしかったな。うん、まあ仕方ないか。うん、一人、最後のやる気、ガッツ勢にはなったかなって感じだね。うん、ガッツ勢にしとけばもうちょっとでかかったね。50% ぐらい確かが、やる気ボナーがあるんでね。はい、そして、ディフェンスリーダーで、最後、ど根性も取ってるから、精神は十分だな。スタミナ上げちゃってもいいなって感じはしますけども、ラッキーボーイはサッカーのでいっちゃうかって感じかな。うん。
ラッキーボーイ取ってもいいけど、意外と精神使っちゃったな、今のでね。で、フリーキックもいっていいけど、うん。あとはパス系パス数か。はい、ではこの辺取って、はい、行きましょうか。はい、行きまーす。はい、終わりました。意外と経験点ね、出てないと思ってたんですよ。セック3まで1万ちょいしか出てなかったんですけど、多分これ2万ちょいはいってるはず。うん。まだまだハマることができるんで、多分、サブアカでも2万5000点とか見えてくるのかなという高校ですね。いやー、だいぶ改善されたな。やる気だけの高校じゃなくなったのはでかいです。はい、経験点は、はい、21,842 ということで振ってまいります。はい、振ってまいりました。多分、スタメン更新したはず。USS1 ちょいで、多分スタメン更新はできてると思う。3番目の男になってるはず。はい、では、USS 星1。はい、一応スタメン更新はできました。ということで、まあ、この高校ね、まあ、ここも、そこまでハマらなくてもこれぐらいできます。無課金でもこれぐらいできますので、ね、みんな、いい選手作っていきましょうと。まあ、ディフェンス110がやっぱでかいんで、バッチもらいたいねっていう感じですね。うん。まあ、バッチのカイ君、頑張って皆さん、獲得しましょう。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。